プルコボ空港は、ロシア連邦サンクトペテルブルク市内にある国際空港。サンクトペテルブルク中央部より南に1 7トルの位置にある。2019年10月1日より、電子査証によるサンクトペテルブルク及びレニングラード州への訪問が可能となった。1932年に完成、諸星がや空港として開業した。 第二次大戦中には、ナチスドイツ軍とのレニングラード包囲戦の最前線になり、1941年から1944年の間には飛行は行われなかった。近隣のプルコボ丘陵は、ドイツ軍の長距離砲の陣地となり、毎日の空襲基地となった。1944年1月には、ドイツ軍は相当され、1945年より、 貨物輸送便の飛行を開始した。戦災の修復完成後1948年により旅客運行を開始。1949年にはソビエト連邦内15都市及び北西ロシア15地方都市への定期便が就航した。さらに1950年代には滑走路の拡張、空港ターミナル設備の改装拡充を実施した。1973年に プルコボ空港と解消した。39番バス及び39番バスが、サンクトペテルブルク地下鉄2号線、モスコフスカイア駅に接続している。ありがとうございます。